まずはホームのアビスパ福岡です。ゴールキーパーは村上、ディフェンス左から井上、田代、ドーグラス、グローリ、左のウィングバックに前島、右に湯沢、ダブルボランチは前と松岡のコンビ、シャドウに岩崎茂美、ワントップ4試合で2ゴール1アシストのシャハブザヘディです。一方の広島です。ゴールキーパー日本代表の大迫圭介、3バック左から佐々木翔、中野、塩谷、左のウィングバックに東、右のウィングバックに今シーズン初スタメンの越道、ダブルボランチに川村と松本、シャドウは加藤睦月と満田、ワントップ7試合で6ゴールの大橋祐希です。キッカーは満田、中央に入れてきた、ヘディング、わずかにゴールの左外れていきました。フリーでしたね。そうですね、ちょうど真ん中が空いてサインプレーですね。やっぱり大橋調子良さそうですか。そうですね、というよりもやっぱり合わせてるっていうのはあると思うんですね。こういうことができるといいですね。福岡もザヘディ、ザヘディが行く、左足、あ、大迫の正面でした。素晴らしい。湯沢が右サイド縦に行く、中に選手が3枚入ってきて、ザヘディの上だ、前島胸トラップからシュート、取れた、大迫、素晴らしい、いいプレーですね。右サイドの湯沢からのクロス、逆サイドまでザヘディがこうやって被ることによってやっぱり引きつけますもんね。なるほど、はい、グローリー裏を狙った湯沢です。右サイドキープして、中に岩崎とザヘディがいる、ターンした、縦突破した、し湯沢クロス、ザヘディ、今日もザヘディが決めました。アビスパ福岡、今シーズンリーグ最少失点の広島から先制点を奪いました。この、ね、頑張りが良かったですよね。よく湯沢は見えてましたね。素晴らしい得点ですよ。まずは1点を押し合って広島、佐々木のヘディング、決まりました。佐々木翔キャプテンが同点ゴールを奪いました、サンフレッチェ広島。まあこういうところで枠に持ってくる佐々木の力っていうのはすごいですよね、やっぱり、はい、ザヘディに入った岩崎、右湯沢が出てくる、その湯沢前にスペースがあります。ここは佐々木翔の対応、湯沢早めのクロス、ザヘディだ、ポストか、素晴らしいですよね。ここからうまくスルーパスを出して、ちょっと決定的だったのでもったいないですね。左足の東が来た、中央、大橋が減る、大橋のヘディングでした。うまいですね、井上が競る、セカンドボール、拾ったのは川村、出ていく川村、大橋だ、シュート、大橋が先に触りました。ここよく井上足出しましたね。湯沢ヘディング、田代拾った、小原、七です、中に選手が2枚入っている、クロスが上がる、加藤睦月、ヘディング合わせていきました、加藤、いいボールでしたね。川村下げて塩谷、ダイレクトで上げる、ファーサイド小原のところ、三田が拾ってシュートまでいけるか、三田、七打てるか、ただ変わった、今度カウンターなるか、福岡、七の素晴らしい対応、広島、新井のクロス、大橋の上、川村、左足、ここで
試合終了のホイッスル。アビスパ福岡対サンフレッチェ広島1対1。